はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハラです。はい、今日はこちらですね。うん、妖怪メダルバスターズ第1幕、鬼退治ドンブラコ編です。はい、妖怪メダルの新しいシリーズが出ましたね。妖怪ウォッチバスターズです。第1幕と書いてありますので、またまたですね、きっと第2幕、第3幕と出てくるんでしょうね。はい。で、早速ですね、これ昨日買ったものなので、あの車の中でね、一バッグ開けたんだよね、うん、はい、それは後で見ていきましょうか。はい、はい、パパまだ見てないからね、うん、パパ運転中にエンジン君が開けたのでパパまだ見てませんのでね、うん、はい、名前を教えて、名前を聞いた、うん、では今回はですね、この5パックを開けていきたいんですが、これはですね、音声確認できませんね、まだ、うん、妖怪ウォッチ U 対応ですので、まだ音声確認できませんので開封していくだけですね、うん、なので5パック開封していきましょう。パッケージこんな風になってますね、うん、いつもよりね、激画調な感じになってていいね、うん、なんかこう戦ってるって感じするよね、うんうん、ウサピョンも今回入ってるんだね、うん、はい、あ、妖怪メダランドのサイト来ましたね、うん、こんな感じだね。今回ジバニャンとかもいるね、うん、ジバニャン、ウサピョン、あとブチニャンとかもあるね、うん、ボス妖怪が赤鬼みたいだ、うん、あと鬼食いね、ノーマルメダルの鬼食いか、これもボス妖怪なんだね、うん、はい、じゃあ開けていきましょう、うん、では、1パック目パパ開けちゃうよ、はい、1パック目です。お、天狗、天狗、そしてブリー隊長、おー、天狗とブリー隊長、そして今回あれだね、このメダルが入ってるパッケージが変わりましたね、うん、あの硬いフィルムになって、しかもここがギザギザになったので取りやすくなったね、うん、取りましょうか、うん、はい、なるほど、今回のメダルは黒のクリアなんだね、うん、で後ろからちゃんとですね、こんな感じでラメが入っててキラキラしてるね、うん、なまっちゃった、キラキラしてるね、うん、はい、天狗もブリー隊長もすごい激ガチョウで、あれだね、攻撃してるって感じになってるね、うん、よし、では次も開けていきましょう、はい、では石君2パック目お願いします。せーの、はい、お、ウサピョン、あ、でしょこれ、ウサピョン、おお、ホロだよ、ホロホロ、ウサピョンホロ出た、ちょっと破れた、で次お願いします。せーの、ゴルニョン、ボルニャー、いいじゃん、うん、よかったね、結構いいの出てるよ、ではパパ次3パック目いきますね。3パック目草薙、うん、はい、と、と、あ、天狗かぶっちゃった、天狗ね、はい、4パック目、天狗また、天狗多すぎ、あ、ボルニャー、天狗とゴルニャー両かぶっちゃったね、うん、では5パック目いきますね、はい、5パック目、お、ブチニャン、あ、出たじゃん、おー、よかったね、これもホロでしょ、うん、ホロだね、と、と、天狗多すぎでしょはい、そして最後にですね、前日にすでに一パック開けていたやつ、これも開けてみましょうか、うん、これはなんだっけ、あー、大釜と厚ガルル、大釜と厚ガルル、うん、大釜ホロ、よかった、これとは被んなかったね、じゃあ、うん、はい、それではですね、今回出たメダルは先ほど紹介したこの天狗とブリー隊長でしょ、うん、それとアツガルルと草薙、うん、あとゴルニャンと、これが大釜だね。今回のホロはちょっといつもみたいなキラキラーンって感じではないね、なんかこう縦線のキラキラだよねこれね、うん、うん、ちょっと見にくいかな、見えないかな。そしてブチニャンとウサピョンだね、うん、これあ、ブチニャンの方がわかるね、縦にほうキラキラしてるね、うん、はい、よかった、これ初登場の2枚が出ましたね、うん、うん、よかった。ちなみに今回の妖怪メダルバスターズ第1幕、これはねホロメダル比率増量中なんだって、うん、だからホロメダルが出やすいんだってね、うん、今回は6パック開けて3枚ホロメダル出たから、うん、まあまあいい方かな、うん、そうだね、うん、うん、はい、ということで今回ですね、妖怪メダルバスターズ第1幕を開けてみましたね、6パックね、うん、ちょっと音声確認ができないけど、うん、どうしようか、うちバスターズも持ってないしね妖怪ウォッチ U が出るのが8月1日みたいだから、うん、まあうまく発売日にゲットできればいいけどね、うん、あ、その日にそういえばね、第2幕も出るんだって連投だよ、連投、まあ買えたら買いましょう、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ、バイバーイ。